こんにちは、ウィルです。さて、今回はデックの保存方法、交換目安とか、どんなデックを使っているかっていうのをちょっとその辺を紹介したいと思います。結構リクエストが多かったので動画にしてみました。まず僕が一番よく使っているのはこのバイシクルというもので、皆さんも理由についてはご存知だと思いますが、質が良くて、そして安くて、どこにでも手に入れられて、なおかつ知名度もあるので、すごくマジックの時に怪しまれづらいというものもあります。いろんなデックをこう試してみて、結局はバイシクルに落ち着くっていうのはやっぱりこういうところが愛されている理由なのかなと思ったりします。外箱だけ実はこれ変えていて、中身はコストコの安いバイシクルですが、外の部分は一昔前の旧箱のデザインのものを使っています。皆さん普段こうカードを使っていて、どれぐらいの時期でカードを交換したらいいかよくわからないという方のために、僕はよく使っている一発で交換時期を見抜く方法というのを教えたいと思います。で、実際に手元にデックを用意してやってみてほしいんですが、まずはデックを端っこでこんな感じにつまみます。強くつまんだ状態で、反対側の手で手前から奥に押し付けながら、これでグッとこのようにして前へと押していきます。で、この作業というのはカード同士の空気を抜いていってます。で、完全にこのように空気を抜けたなというタイミングで持ち替えて、こっからデックを反対側の手に渡します。で、渡した瞬間にカードがすごくダマになっていたら交換目安になります。このカードの場合はほとんどダマになっていないので、まだまだ使えるということになります。実際このカードは約2週間ほど結構ヘビーに使ってるんですが、まだいけるというサインですね。広げた時にカードがこうやって何枚も重なってダマになっている場合は、これはもう交換の目安になります。次にカードを扱っている際の注意点ですが、例えば技法を練習していてカードを数枚床に落とすことがあると思います。例えばトップショットやっていて、こんな感じにカードが落ちてしまった、こんなパターンあると思いますが、こんな感じに床に落ちてしまったカードをしばらく放置していると、だんだんカードが曲がったり歪んでいきます。これは手の中の湿度と床の上の湿度が違うので、その差で曲がっていったりとか、逆に時期によっては地面の湿度がすごく高い時があるので、それでカードが曲がってしまったりします。そうすると1枚だけデックにカードを戻した時に、すごくその部分でカードが割れてしまったりとか、デック割れてしまったりとかするので、必ず落ちたカードはすぐに拾うようにしましょう。湿度に関して言えば、あともう一つ注意点があって、この時期はあまり関係ないかもしれませんが、暖房の下、例えば今エアコンが映ってると思いますが、あの暖房の下でカードを扱ってしまったりとか放置したりすると、乾燥というのにものすごくカードは弱いです。なので放置してるとカードが本当に逆の方向にこうして曲がっていったりとかするので、もう一度曲がったカードというのは修正が基本的に不可能になってしまいます。そうするとどんなにいいカードでも一発でダメになってしまうので、必ず暖房の近くとか乾燥する場所には置かないようにした方がいいです。なので使い終わったカードは必ず、毎回デックにしまって、そして箱とかに入れるといいと思います。こんな感じの箱にしまっておいて、蓋を閉めておけば湿気とか乾燥を防げるので、このようにして保存するのがおすすめです。ちなみにこの箱は僕がよく物の収納とかに使ってる箱ですね。興味のある方は概要欄に参考までに貼っておきます。というわけで、今回はデックの保存方法や交換目安について話しました。こういったことが分かっていると、デックも少しだけ持ちが良くなったりとか、あとはすぐに交換できるようになったり、そういう目利きもできるようになるので、覚えてて損はないかなと思います。参考になれば嬉しいです。それでは、ちなみにせっかくの機会なので紹介しますが、僕がよく動画の中で使っているこのマジックのマットは、実際はマジック用のマットではなくて、京都のロフトで買ったウェットスーツの素材です。そう、実はこれ、全くそういうものではないんですよね。ただまあ、なんとなく使ってるっていうだけです。実際にはよくおすすめないですかっていうふうに聞かれるんですが、僕自身マットってそんなにこだわりがないので、そこら辺の2000円とか1000円のマットであれば、特に問題ないかなと思ってます。